はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、レオパレスについてちょっとお話しさせてもらいたいと思います。レオパレスがね、巨額の債務超過を起こしました。今100億円だそうですけども、これ見込みでですね、1000億ぐらいになるんではないかなと言われてます。というのが、今までね、やっぱりね、こうちょっとね、インチキな経営だったんではないかなと思うんですよ、これは。で、ガイアの夜明けで連発でね、特集組まれて、もうとどめを刺されたような感じです。真っ当なことをやっていれば、こういうふうにね、真っ当な紹介をしてくれるのがガイアの夜明けです。多くの事業者さんとか中小企業をね、ものすごく応援してくれるような番組だったと私は思いますけどね。でも真実を伝える番組っていうのがなかなかなくなった中で、ガイアの夜明けっていうのはその中でもね、ドラマチックに分かりやすく、しかもね、理路整然とその本質を放送してくれてる、数少ない番組の一つではないかなと思ってるんですよ。で、今回のレオパレス騒動なんですけども、私の見識を申し上げますと、私もね、事業を複数やる中で従業員さんを雇ったりね、社員に採用したりすることがありました。その中で元レオパレスの社員さんを雇用したり、レオパレスの現役の社員さんとか中堅クラスの方とお付き合いすることがあったんですね。で、口を揃えて言うのがレオパレスの内情でした。これも10年ぐらい前なんですけども、壁は規格ギリギリ、もしくは規格を破ってて、点検も抱き込んだ調査員でもうめちゃくちゃにしていると。だからレオパレスの壁って薄いよと、隣の部屋どころか隣の隣の部屋の音まで聞こえるんじゃないかっていうふうに冗談めいて言ってました。そして退去費用のことですけども、退去費用をどのぐらいお客さんから分取るかが自分の給料に反映されてくるんで、だからこの人いくらぐらい持ってるかなっていうふうな値踏みから始まるそうなんですよ。営業マンによってはですね、退去の申し合わせの時にいろんな理由をつけてお金を持っておくように話したそうなんですよね。次の斡旋をするからとか、こういうふうな破損がもしあったらいけないから、形だけでも20万30万用意しておいてくださいっていう形でね、お金を用意する例もあった、用意させる例もあったです。で、これはね、言っていいのかどうか分かりませんけども、お話ししておきましょう。お金が足りなかった場合、例えばね、これはね、現状回復費で今日持って帰らないといけないんですよ、25万ですって言った時に、そんなお金ないですよっていうふうに言われて、じゃあクレジットカードありますみたいな会話も出たそうなんですよ。その後実際に ATM に行ってお金を引き出させたらどうのかなかは分かりませんけどもね、でもそういう話を現役の方に聞いたことがあって、ゾッとしましたね。でもテレビのイメージとしてはものすごくね、藤原紀香さんとかも出てましたし、イメージは良かったんですよ。で、レオパレスっていうのがたくさん立ち並ぶときに、基本的に私たちはね、建物っていう不動のものがある限りインチキはないだろうと思うんですよ、ね、多くの方も店舗がある経営者さんと店舗がない経営者さん、無店舗型の人、どっちを信用しますかって言ったら、担いで逃げるわけにもいかない、いつでも文句を言いに殴り込める店舗がある人のことを信用していろんな契約すると思うんですよね。銀行もきっとそうだと思います。私は今無店舗型なんで、結構ね、お金借りるの辛いと思うんですよ、難しいと思うんですよ。でも以前麻雀店を経営した時っていうのは、店舗があるっていうだけで負債があっても融資は下りたんですよね。不思議ですよね。そういうふうなね、思い込みとかもあるんですよ。で、今回のレオパレスなんですけども、そこのね、裏を全く書くように、すごいですよ。違法建築を建てまくって、もう建築した時にまず儲けるみたいなところがあったみたいですね。で、その違法建築は中に人が住んでしまえばもうこっちのものみたいな感じですよね。で、サブリース契約も組ましてますので、いろいろとオーナーさんに徐々に迷惑をかけるようなこともしたみたいです。10年間家賃買えませんからとか言ってね、空室の時でもお支払いしますからっていう風な形で契約させておいて、実際は空室になったら家賃の満額ではなくて 30% 減額して払いますねみたいなこと言ったりね、さもなければ解約しましょう、残りの支払いは大家さんやってくださいみたいなことで脅したりしてたみたいなんですよ。富士通告知っていうのも相当あったみたいです。これは全てね、その時働いていた方とか元レオパレスの社員さんとかがもう嫌気がさしてね、辞めた方とかが私にお酒の場でのね、こぼれ話として愚痴ってくれたんですけども、今思えばやっぱりあれ本当だったのかなと思わざるを得ないですね。ちょっとだけ記事を見てみましょうかね。レオパレス問題、総まとめ、ガイアの夜明けで発覚した驚きの実態というふうにね、書いてますね。レオパレス21。もう全国各地にあるレオパレスブランドっていうのが、地に落ちるんでしょうかね。本当にだからね、でかい会社報道を採用しますね。ジャパンライフとか。だからね、ネットビジネスとか暗号通貨が詐欺だって言うんだら、こういうところをね、まずね、どんどん上げていかないといけないかなと思います。私はね、ネットビジネスの詐欺とかインチキを私なりに追求していきますけども、ただね、それに比べるとね、個人の被害額が30万、50万、いって100万みたいなね、そんなネットビジネス、それも大変ですけどね、そんなものよりも、こういうふうにね、
イメージ戦略で広告を打ったりとか、それに芸能人とか芸能界が加担して、もしくはね取引業者さんがグルになってお客様に大きなダメージを与えるという、そういうふうなね、そういうふうな要素も残されているのに十分な検証せずに売ったもん勝ちして、でしばらくしたら担当者変えて前の担当者のことだから分かりませんとかね、そういうふうな形で逃げていくのはまさにね、なんと言いますかね、まあこの辺は言わないでいきましょういろいろとね問題があるんじゃないかなと思いますよね。でこういうふうにね、今社長が話しましたけども、社長ですよね、よく分かりませんけど、私もこれ記事見るのね今が私も初めてなんですよ。ただね、このコメントを差し控えるとよく言いますよね。あのコメントを差し控えるってことは話したらまずいってことなんですよね。要するにインチキっていう自覚があるんですよ。そうとしか思えないですよね。私もね警察に行ったことがあります。取り調べ受けたことがあります、でも話せること全部話しました。だって不正をやったって認識はなかったですからね。だから全部話したんで取り調べはスムーズで2日ぐらいで終わりました。でも最長交流受けましたんで、ちょっと余談ですけどもね、最長交流の間結構暇でしたねお互いに刑事さんとで雑談したりね、個人的な話になったりとかして割と打ち解けていったということなんですけどね。で私が素直に供述したんで裏取りも早かったですよ。だから私が虚偽を言うってね、虚偽をまた新しい嘘で塗り固めようとする容疑者側と、それから虚偽をねやっぱ追求して、本当はどうなのかってことを手探り足探りでやる刑事側とね、やっぱり時間がかかるわけですよ。でもこっちが本当のこと言ったらその裏付けって簡単に出るんで、もうやることなくなっちゃうんですよね。ということで事件解決は早いんですけども、こうやってコメントを差し控えるっていうのはねよく言いますよね。以前ね河合案里、元議員今容疑者ですけども、あの辺で広島がねもう賄賂の温床、買収の温床になった時、ほとんど関わった議員さんとか首長さんはコメントを差し控える、係争中だからね、そんなこと言ってたわけなんですよ。でも立花隆さんは裁判中だろうが訴状が上がろうが上がろうがなかろうがね、何でもかんでも喋れないことはないですよみたいなね、こんな口調で言ってましたよ。でバン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  YouTube で喋ってましたよね。あれこそ本当真っ当な姿ですよね。だからコメントを差し控えるとかね、なんか意味が分かんないですよね。だってどうせあれでしょ、取り調べで言うわけでしょ。でその事実に基づいてこう明らかになっていくわけですからね。まあちょっと話がずれましたけども、レオパレス問題、ああ出てますね。結局ねこういうふうな耐火防壁もないし、耐震装備もしてないし、ガスガスのスッカスカのね、どうしようもないそのテントみたいなものに家賃7万とか8万とかをぶんどって住まわしてるのがレオパレスの正体だっていうことなんですよね。私テレビ見てないんですけどね、番組は見てないんですけど、今初めてこれを見るんで、その私のね歪んだ先入観で見てるところがあるかもしれませんけどね。でここの図面などと現場の照合確認が不十分だった、不十分だったものの認識もできない照合確認って何の意味があるのかなと思いますよね。で見つかったらいろんな言い訳ってやっぱできるんですよ。でそれをきちんと用意してこういったズルをするわけですから、私たちはね何を信じればいいのかってことですよね。本当分かんないですよ。だから、信じた以上その先に詐欺があるってこともね覚悟しなければならない、本当に寒い時代ですね、わっけんしれ。ということで今回はこの辺にしときましょうか。レオパレス本当にね、オーナーさんが自分の空いた土地とかね電波田を営業マンの熱意にこう押し出されてね、財産とか子や孫のためにと思って賃貸物件にした、それが全てね虚構だったというね、本当にひどい話ですよ。売り上げのためだったら何をやってもいいのかとかね、納税額が多い業者さんは守り続けて、結局間接的に庶民が集めたお金をね、庶民が働いて蓄えた老後の資金とか頼りのお金を根こそぎ分取っていく、これが世の中の仕組みなんではないかなというふうに思わざるを得ないですよね。ただ片っぽではそういった人を救おうと頑張ってくださっている政治活動をされている方とかね、議員さんもいらっしゃいますんで、だから、国会議員もそれから総理になる人も本物が見分けにくいんですよ。いやー見分けにくいですね。それが今回のオチになります。はい、じゃあガイアの夜明けの方はちょっとここで録画を終わらせていただきまして、いかがだったでしょうか。今回はねレオパレス問題について私が勝手なことを喋ってみましたけども、私の浅い見識だとこのぐらいの見解がね、限界でございますということで、あとはね詳しい方にお任せしたいと思います。で私の動画を見て自分の方が詳しいと思った方、いっぱい書いていろいろと教えてください。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。